皆さんこんにちは、アナです。今日は久しぶりに使い切りのコスメをいろいろ紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、まずはじめは相変わらずこちら SK2 のフェイシャルトリートメントと言えなかったフェイシャルトリートメントエッセンスになります。これはもう何回もね、使い切りの動画では紹介しているのでご存知の方も多いと思います。相変わらず大好きなお化粧水で今現在もちょうど使っているものです。そして次がこちらルルルンのフェイスマスクプレシャス WS ホワイトニングの方ですね。これは私毎晩夜使っています。まあ毎日パックするんですけれども、結構大容量でいっぱい入ってますし、お値段もね1500円、600円ぐらいで、まあそこそこ安いですし、もう肌もすごくみずみずしくなるので好きで、これは何個かリピートしています。今の時期はこのホワイトニングのやつで、冬になると秋冬は赤い方の、あれは何だろう、ハリツヤケアだと思うんですけど、そっちのにいつも移行しています。そして次がこちら、ジョンソンかな、ジョンソンですね、ジョンソン&ジョンソンのラスティングモイスチャースキンケアローションというボディーローションになります。桃の香りがして、中にベビーオイルが入ってる。この桃の香りがなんかどことなく懐かしい私には香りがして、買いました。伸びもいいし、ベビーオイル配合なので保湿力もあるかな、そこそこあったか感じがする。ただ結構軽めなんですよね、オイルが入ってるって言っても。なのですごく乾燥肌の方には向かないかもしれません。まあ夏ほどよく午前中とかさらっと保湿したいなっていう時は使える、ボディローションだと思いますし、なんといっても香りがとても良かったです。次はこちらタイで買ったジャスミンの香りのシャワージェル、これドラってやつ、あ違うディオラだった、間違えた、はい、なんです。なんかねジャスミンの香りいい香りなんですけど、香りがすぐ飛んでいく香りでした。全然バスルームにも残らないような香り で泡立ちもそこまで良くなかったのかなっていう記憶があります。タイのエステで買ったので多分もう最高にも何もできないと思うんですけれども、そんな感じの、シャワージェルでした。次がこちらカネボウのリフレッシングクリーミーウォッシュという洗顔料になります。私ね、なんかここ1年ぐらい洗顔料によっては肌が洗顔後突っ張るっていうことが起こっているんですけれども、これはね全然突っ張らなかった。突っ張らないけどスルンとツルッとした洗い上がりで、なんか綺麗に汚れが落ちたっていう感じの洗い上がりだったので、すごくその点も好きでした。これは良かったなと思うので、また再購入はしたいと思います。ちなみにこちらはねクラリソニックと一緒に使用していました。そして次がこちらコタアイケアシャンプー5というシャンプーになります。ねローズの香りがするシャンプーで、これは前に行ってた病院かな、今行ってる病院じゃないんですけど、前に行ってた病院で購入したものです。猫毛の私にはちょうどいい感じの洗い上がりだったんですけど、でもなんかすごくいいっていうわけじゃなく、なんかもうちょっとあるんじゃないシャンプーみたいな期待をしてしまうシャンプーでした。お値段もね安くないの、2500円なので、そうなので、なんか別にまあその美容院ももう通ってないし買うすべもないんですけれども、うん、まあ最高にはないと思います。なんだったら今使ってるシャンプーの方が好きかもしれない。まあそれはまたおいおいどっかの動画で紹介をしたいと思うので楽しみにしていてください。次がこちら、アウェイクのミネラルホットクレンズというクレンジング&洗顔になります。ジェル状のクレンジングで、あと温感クレンジングってまあ流行ってるじゃないですか、前から酸素とに触れると温かくなるやつで、血行良くしたり毛穴を開きながらクレンジングができるっていうタイプのクレンジングなんですけれども、ジェルのテクスチャーが割とこうしっかりめで伸びが良くないんですよね。で肌の上でこう伸ばすときにこう結構力をかけてグググって伸ばさないと思い通りに伸びないので、まあ、肌負担っていう点でもちょっと微妙かなって私は正直思いました。まあコンセプトはいいんですけれども、もうちょっとジェルが緩いと私は嬉しかったです。次がこちらボディショップのピニータコラーダのボディソルベになります。ボディソルベ自体、まあ、ボディショップいろいろあるんですけれど、私はあんまりこう好きじゃないというか、なんだろう、もうちょっと私はしっかり保湿をしたい人なので、まあ、物足りないなと思うんですけれども、例えばそんなに肌乾燥しないよとか、朝さらっと保湿だけちょっとさせたいなっていう方だったらいいと思います。
ピニータコローダは去年限定で出ていて、確か今年も出ます。7月の末に今年も出るんですけれども、いい匂いだよ。ココナッツとパイナップルの本当にトロピカルないい香りがするので、私も今年はボディバターの方かなをチェックしたいなと思うんですけれども、はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。そして次がこちら、マックのフィックスブラシですね。私がお化粧の前と後にシュ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 ってやってるものになります。今はラロッシュポゼのものを使っていて、夏なので、まあ、それもそれで大好きなんですけれども、どことなくマックの方が若干ツヤが出る感じがするかな。はい、まあ、もちろんそんなにラロポと変わらないんですけれども、仕上がりの違いがあるので、まあ、ラロポはどっちかというとマックよりで、マックはどっちかというとラロポよりつらい、つらってツヤよりなので、その仕上がり、どういう仕上がりにしたいかによってこう使い分けるのがいいかなと思っていますが、相変わらずマックも好きで使っていますし、前回お気に入りの動画で紹介したラロッシュポゼも大好きで使っています。そして次がこちら、 SK2 の、ジュノプティクスオーラエッセンスという美白の美容液になります。私今年はすごくガンガン、まあね、1月ぐらいから焼いていて、一応なんでこの人焼いてるのに美白してるのって感じだと思うんですけれども、まあね、日焼けしてどよんだ肌にならないように、あとはシミとかのケアができるようにということで、一応美白の美容液は使っています。で、 SK2 のこの美容液、本気でちゃんと1ヶ月1本使えば肌ワントーン明るく全然なります。私でもなりました。まあ私の場合は明るくなってもまたすぐ焼きに行くので意味がないんですけれども、美白を本気でやりたい方はぜひぜひこれチェックしてみる価値はあると思うので、チェックしてみてください。次はこちら、ミノンのアミノモイストプルプルリペアジェルパック。これはお気に入りの動画でも前に紹介したので、あんまり詳しくは話さないんですけれども、本当に手軽に保湿ができるし、次の日の朝お肌がプルンとしているので、乾燥気になる方はぜひぜひプチプラなのでこちらチェックしてみてください。気になる方は下にお気に入り動画のリンクも貼っとくので、そちらでチェックしてみてください。そして最後がこちら、 MAC のオート&ノーティーウォータープルーフマスカラ。もう大好きで、私の動画にもずっと出てきているのでご存知だと思います。皆さん本当にまつげがボワン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 ってなるので、はい、まつげメイク命の方はぜひぜひチェックしていただきたいものだと思います。で、もちろんウォータープルーフなので夏場とかに全然にじむのも心配ないですし、うん、本当にいいです。おすすめをします。以上が私の最近というかね、もう半年ぐらい溜まってるやつなんですけれども、お気に入りの、使い切りの、コスメの一部になります。まだまだたくさんあるので、頑張って引っ越し前にね、頑張って片付けたいと思いますってことで、とりあえず今日の動画はここまでとします。また次回の更新で会いましょう。バイバイ。